なんかちょっとスレみたいになってますよね。ちょっとなんかね、スレンダーになってこう綺麗になってきている感じがしますね。もうそろそろ髪を緑にしたりとかね、あなたもそこに行っちゃうのかみたいな感じになったら面白いんですけどね。さあコークは佐藤かすみが近い。さあ大城あかり先行の701スタート。ナイスオンです。さあ、トーンで続く。体がね、やっぱり動いてますけどね。腕の振りでカバーって感じですけどね。状態的にはでも上向き加減なのかな。さあ対する佐藤かすみですが、状態的には少しなんだろう、やりきっていうんですかね、ちょっとそこが一定じゃないですよね、夜速の感じが。だからここがやっぱりこう自信のある状態とない状態っていうのが入れ替わってるのかなっていう感じしますけどね。ああ今のいいか、良かった良かった。さあナイスアット。あ、この角度からいいね。ちょっとここの夜速ですかね、ちょっと違いますね。触れてない。ちょっとここはちょっと佐藤かすみ選手が乗れてない。それでもね、やっぱりスキルがあるので、なんとか勝ち上がっては惚れてますけどね。以前の一番いい時から見るとですね、ちょっと違和感がありますね、僕から見ると。こっから見たらよくわかる。だからやっぱりこう触れない。だからこのフォームだったらこの、あ、今の良かったですね。だからこのバラバラ感が、あ、この2投目も違うもんね。3投目も違うよね。1投目が、やっぱりいろいろあるんでしょうね。さあ120、1投目大事ですね。ブル20、147残り。まあこれもブルからいくと思いますけどね。そして19、18、ブル、ナイスアレンジ。
さあナイスアウト、先行の701を大城キープ。さあ佐藤かすみのクリケット、おーっとクリケットになったらまた腕がきちっと振れてるんですよね。今のは入ってるよね、ミスになってますね、みたいな。さあ突っ込み加減になってきましたね、ちょっと緊張してるのが。うん、クリケットの方がいいのかな今のですよね。今きちっと投げて、腕をしっかり振ってたんですけど3投目外れてしまった、ここで迷いが生じるでしょうけどね、なんかなんでみたいな。さあただいまの試合は女子のベスト4ですね、ベスト4の対戦です。さあ6本来ました、オーバーしてもう1本ですね、もう1本。ナイスベットさあこのベットは大きいですね。さあ20、手首がね、帰りがちょっとおかしかったですね。さあそしてここで思いっきり勝負いってほしいですね。20カット、ここつけ込まないといけません。15に戻って、
さあここねじ込んできました。どうした、少し佐藤霞の状態が良くないですね。さあこれでトライいきますね。カットカットカット、そしてあー、力んじゃったな今の。佐藤かすみ、ここ17からの展開ですね。もう一本、もう一本ですね。カラーマズですね。さあここは大城あかり復活のろし、オーバーカット決めてほしい。見えなかった。え、ノーマーク？バットラン。やっぱダーツってすごいね。ミスした後はだいたい相手入れてくるよね。あー、ダーツ面白い、やっぱり。でまた蘇るのもダーツ。ブル3本。おっと、そしたら17決めるよね。さあこれはもう行くしかないですね。ブルブルブル。ですか？ブルブル17トリブル。うわ、まだある。少しね、グダった感じの試合でしたが、佐藤かすみがキープ。
ぱりダーツは本当にねメンタルゲームっていうのがね今日はもういろんな部分でそこかしこに垣間見えるというね面白い一日ですよね。大城あかり先行のクリケットゲームスタート。ここで佐藤かすみがビッグチャンスきますね。いやすごかったですね佐藤かすみの7点オーバー見事なダーツで佐藤かすみが一歩リード。しかし701は佐藤かすみが先行です。しかしは必要なかったですね。おいいきなりなんかいきなりどうしたんですか覚醒え覚醒した感じ。いやトイレ行ってないです行ってないですずっと見てましたよ、うん、その野球の解説者とか実況が途中でトイレとか行かないでしょう。そんな試合見たことないです。
やいや急になんか吹っ切れた感じね。やっぱこう降りてくるんだよね、こう技術を持ってる人はね。いきなりこう、あこうやったんやみたいな、あこう来てこう来て、えこうやったら入るじゃんみたいな、ダーツ簡単みたいにいきなりこうなるんだよね。これ面白いところ、ダーツの本当に。さあ佐藤かすみがその状態をキープしてくるのか。ああ今ちょっとやっぱちょっとなんかね、まだここもぞもぞしてるな。難しいダーツだ。まあね、人生100歳ね、死ぬ1週間ぐらい前に分かったやんじゃみたいになりたいですよね。分かったじゃんみたいな、あそれで満足、もうこれで迷いなく死ねるみたいなね、そんな人生歩みたいよね。今下手くてもいいみたいな。さあ121、まあそのところにはバレル1200本買ったなとかなってるんでしょうけどね。これ買わなかったら1200万円貯まってたのにとかね。あどうもすいませんだろ、関係ない話を。片方はどうなってますか。片方って言ったら悪いですけど、2-1で近藤リードの藤野先行と。迷ってますね、肘の肘の使い方が。まあでもここまでねきっちりと来るようになってるので、大城あかり復活も間近かなと思いますけどね。佐藤かすみ決勝進出です。急にこう覚醒した感じで、流れがこう出てきましたけどね。さすがですね。